What the f- おっぱい。全国のところさんこんばんは、シアラ放送だけです。いや味しめてますやんって、ね、いやちょっとワンツースリーと流れ好評でして、ワンツースリーって昔の番組ですけど、ワンツースリー懐かしいですね。もういいや。じゃあコメント欄を見ますと、前回の元ネタ集で今北産業っていうやつの使い方を紹介したところ、やっぱりちょっと間違った使い方してる人いたみたいで、この動画のおかげで勉強になったって言ってもらいましたね。もう出馬しちゃおうかな。でコメント結構あって、その中で海外で使われてるネットスラングを紹介してくれっていうコメントあったんで、今回海外行ったこともない男が日本と海外のスラングの違いを説明する動画を作っています。で今海外の SNS で流行ってるものといえば、日本にも入ってきてますが、カンオケダンスとかね、コフィンダンスと呼ばれてるものですね。ちょっと鬱陶しくなってきましたけど、この 2B コンテューション的なノリで使われてるやつですね。であのカンオケ担いで踊る映像ありますけど、あれなんかふざけてるとかじゃなくて、あれ実際ガーナでは平均寿命を超えた死は新しい道へのいいことだっていうふうに解釈されていて、踊って祝福するっていう文化があるんですよ。まあ、それがね、いろんな映像で使われたりしてるっていうね。まあ現地の人どう思ってるんやろって気になるところですけど、で今回はさすがに海外のネタにされてるものっていうのは詳しくわからないんで、まあ、よく SNS とかで使われる言葉っていうのを紹介したいと思います。まあ、日本で言うところの草とかですね。早速です、1つ目 LOL。 はい、こちら個人的に一番見ますね。まあ、これラフアラウンドの略語で、まあ、日本で使われてる言葉を略すと、カッコワラとか WWW みたいな感じで使われていて、でこの単語っていうのはわざわざ口に出して読むもんじゃなくて、読むとしたらロールとか LOL とそのまま読んだりします。日本と同じでわらを読まないのと一緒ですね。でもなんかロールってかっこいいですよね。意味を展開、安コーチです。久々ですけど、まあ、皆さんもこの動画で笑ったらね、ロールってコメントしてってください。てかもうロールって書いてください。次の2つ目 KMT。 はい、こちらキスマイティーの略で、日本語訳しますと私の歯にキスというね、ちょっと何言ってるかよくわかんないですけど、使われてる意味を簡単に説明しますと、下打ちとかね、キモとかうざみたいな感じですね。だから文章にこれが使われていたら、この人イラついてんのかな的な感じだと思ってください。次です、3つ目、 WTF。 皆さんもこれは知ってると思いますね。そうです、バッタフ。これあれですね、英語圏の人のリアクションとかに憧れて、よくわからんガキが使ってるのを見ますね。あれをさ、プライベートでやってるゲーム中とかに言われると変な空気になりますよね。大体海外の人の配信とか動画を見る方なんとなくわかると思うんですけど、驚いた時とか予想しないことが起きたとかによく使われていますね。なんかイメージとしてはシュラードさんとかすごいっすよね。 What the fuck って。次です、4つ目、 BFF。 こちらハッシュタグとかでよく JK が使ってるらしいですね。これあんま僕は見かけたことないですけど、ベストフレンドフォーエバーといって、最高の友達とか、うちらずっともだからね的な感じですね。インスタとかで検索してみたら腐るほど出てくるんで、皆さんもぜひね、一生友達でいれる人がいたらね、 BFF 使ってみてください。ちなみに僕はこれ最初 Beef or Fish やと思ってました。次です、ラストです、 XD。 これ結構何それって最初思う方いると思うんですが、まあ、簡単に説明しますと、これ英語圏で使われてる顔文字なんですよ。どこが顔文字やねん、サロンパスやないかと思うんですけど、この文字をそのまんま縦に持ってきてみてください。ほら見てください、笑って見えませんか、かわいい。まあ他にも顔文字たくさんありますんで、気になる方は調べてみてください。はい、ということで今回以上でございます。日本よりもなんか文化の種類多いなと思いますね。英語圏が広いっていうのもあるんですけどね、日本とかって W がカッコ笑うぐらいですよね。なんかずっと使われてるやつとかありますっけ。まあ僕もいつか俺が先でネットスラング狙ってますね。今日は以上、元ネタ集やりだしたの俺が先。おやすみなさい。